早速ですが伊藤さん、片や投手力重視、片や打線重視のチームですから面白い展開になるかもしれませんね。まあ、難しい試合にはなると思いますね。どちらが自分のペースにまず最初に持っていくことができるかっていうところがポイントだと思いますね。なるほど。さあ今日は難しい試合となりそうです。チームはどうする？コーナーを狙います。変化球三振。バッターは2番井端弘和、打席に入っています。まずは見送りました。次のボールは胸元へ決めてきました。150キロです。さあ3球目、内へのボールは見ます。今のはバッターがよく見ましたよ。次が5球目、終わりました。第1球はどうか。まずは変化球、空振りになります。次の2球目、外へ2球持っていきました。3球目、大きく変化しました。バッティングカウントからの4球目、これはストレート。さあ何を見せるか。低めのボール球を打っていった、ショートです。1塁アウトで3アウトチェンジです。こちらが今日のオーダーになります。代わって守りますドラゴンズの先発ピッチャーネルソン、しっかり抑えてくるんでしょうか。最初の球は初球スライダーが入りました。2球目はどうか。この変化球は枠の外。3球目、行きました。バッター柴田光平、打席に入りました。初球は変化球当たりません。2球目です。これも落ちた。続けて落としました。ストレート。次の4球目、まっすぐ決まった。福さん、高めをうまく使ってきました。あれは思わず振ってしまうんですよね。いいボールですね。一球って言いますか、跳ね上がるような感じですよね。うまくいきました。ツーアウトからのランナーを出します。タイガースレフトへのヒットでランナーを出しています。どこに出てくるんでしょうか。最初はフォークから入りました。2球目、バッターよく見ています。いきなり2つ落としてきました。やはり走ってきた。スチール成功です。やはり辰川さん、ここで走ってきましたね。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょう。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。低いボール、スイングアウトの三振です。2回の表、ドラゴンズの攻撃。この回の先頭バッター、トニー・ブラウン、打席に入っています。変化球でまず空振りです。2球目はどうでしょう。外へ2つ続けました。
インはどう出されたのか。変化球です。さあ4球目、低いボール。古木さん、低め低めと攻めてきますね。そうですよね、低め低めで来てますから、打たせて取りたいんだと思いますよ。上がった、取って、これでワンアウト。バッター和田和弘、打席に入りました。どこから行く、初球わずかに外れてボール。2球目、今度は変化球、今度はストレートを持ってきました。次の4球目、低めの変化球は外れました。次が5球目、今日の第一打席に入りました。最初の1球、まずはストライクを取りました。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。いい球来ましたね。さあ、次も力勝負を挑んでくるのか。変化球打って、この打球はファウルになります。次のボール注目しましょう。スリーアウトチェンジ。2回の表終了、ドラゴンズ3人で攻撃を終了しています。どこから狙うか、最初からコーナーをついてきます。2球目はどうでしょう。これは空振りです。次はどんなボールを持ってくるか、ボールです。さあ4球目、ここは見送ります。黒木さん、低め低めと丁寧なピッチングをしていますよね。そうですよね、低め低めで来てますから、打たせて取りたいんだと思いますよ。この6球目、打球は左へ、ワンアウトです。バッター、金本智明、今日の第1打席になります。どこから攻めるか、初球村本インコースに来ました。2球目はどう攻める、決めてきました。キャッチャーのサインが、空振りの3球三振。バッター、フレイング・グラグ、このゲーム最初のバッターボックスになります。最初はインコースから来ました。2球目はどうでしょう、決まりました。綺麗に落ちましたよね。はい、思い通り三振です。3回の表、ドラゴンズの攻撃、トップバッター大島洋平、今日の第一打席に入りました。まずはボールから入りました。
球目はどうする。さあいい当たりだ、ライトへのヒットになりました。谷繁元信打席に入ります。ドラゴンライトへのヒットでランナーを出しています。最初のボールは初球は際どいところに来ました。ストレート決まってツーストライク、これで追い込みました。3球で決めてくるか、スイングアウト、3球三振。次のバッターを迎えます。マキシモネルソン、バッターボックスに入ります。どう組み立ててくるか。最初のボールを決めました。どう攻めるのか。引っ掛けた感じになりました。中途半端な当たりになりました。果たして3球勝負するのか。この打球はどうなる。取ってこれで2アウト。これで打者一巡となります。荒木打席に入ります。最初の球は低めのボール打った。セカンドへの打球、さあタイガース、この後8番から始まります。3回の裏、タイガースの攻撃。この回の先頭バッター、藤井明人。今日の第1打席になります。どこから攻めるか。初球は低めから来ました。2球目です。低めのボール打って。送球がそれましたが。ピッチャーは表情が曇ります。気持ちはわかるけど顔に出してはいけませんね。さあ頑張って明るい表情でいきましょう。見送ります。次が3球目、変化球低めに持ってきましたがボールになります。バッティングカウントになったが送ります。ファールになりました。バットスリーバント、ファウルです。送りバントは失敗に終わりました。この回打順が一巡してきました。キラー打席に入ります。初球ストライク、インコース高めのストライク、ここは追い込んでいます。さあ1球様子を見るのか。スライダー、黒木さん、ここは当然ゲッツーを狙ってきますよね。まあゴロを打たせたいんだと思います。変化球打った、タッチアウト、スリーアウトチェンジ。3回を終了、タイガース最後はダブルプレーに終わりました。どこから行くか。最初は見ていきます。ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。次のボールは上がったがどうだ、落ちました。ここでヒットが出た。打ったバッターは一塁を蹴った。中継のショートへ。伊藤さん、どうしてもランナーを返したい場面ですよね。そうですね、クリーンアップですんで十分その得点のチャンスですからね。2球目はどうでしょう。これも強い当たりだ、ライトへ、ライトへ、ボール際はどうか。変化球、低めのピッチングが続きます。これは変化球。次が5球目、低めのボール打った、セカンドランナー3塁を蹴った、今セカンドランナーホームイン。得点シーンリプレイでご覧いただきます。先制点が入りました。試合は中盤、この後どんな展開に
がるんでしょうか。バッターは4番ブランク、打席に入っています。2球目はどうか。変化球打って三遊間はどうだ。二塁フォースアウト、一塁アウトはダブルプレー、きっちり仕留めました。ノーアウトランナー一塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。ヨさん、今のはうまく打たせましたね。いいコースに投げてきますね。最初は高め、外に決まりました。147キロです。さあ一球様子を見るのか。行きました、破った、きれいに破りました。これでこの回3本目のヒット。さあドラゴン、ツーアウトからヒットが出ています。どう組み立ててくるか。最初はボール、2球目はどうでしょう。速いボール持ってきました。外へ2球持っていきました。3球目はどうする。打っていった、アウト、これで3アウトチェンジ。伊藤さん、俊足のバッターが続きますね。こういうバッターがいると攻撃のバリエーションは広がりますか。そうですね、まず盗塁っていうのはどうしても頭に浮かんできますんで、あと攻撃側としたらね、やっぱりこの足をうまく使いながらスコアリングポジションに早めに送っていきたいところですからね。なるほど、バッティングカウントになった。できました、一塁アウト、アウトです。ピッチャーゴロに終わりました。どこから行った。まずスライダーを持っていました。2球目行きました、レフトへ。バッター新井、バッターボックスに入ります。何を投げてくるか。まず低めから入りました。2球目です。空を切ります。ドンピシャのタイミング、ツーアウトから塁に出ます。マーク打席に入ります。タイガース、ツーアウトからヒットのランナーを出しました。最初の1球、初球はボールになりました。2球目はどうか。スライダー、続けてボールになりました。次が3球目、バットに当たりません。バッティングカウントからの4球目、今度はスライダーを持ってきました。それから低め低めと攻めてきますね。そうですよね、低め低めで来てますから、打たせて取りたいんだと思いますよ。3アウトチェンジ。4回の裏を終了、タイガース得点はなりませんでした。5回の表ドラゴンズの攻撃、先頭のバッター大島、バッターボックスに入ります。最初はストレートから来ました。どう攻めるのか。コーナーを攻めます、力強いボールです。サインはどう出されたのか。コーナーを狙います。低めが3つ続きました。あっと、当てるのが精一杯。この打球はどうなる。バッターは8番谷
重打席に入りました。どこに入れてくるんでしょうか。最初はストライク152キロです。2球目はどう攻める。見逃してストライク。このストレートには力があります。3球で決めてくるか。際どいがボール。次の4球目、あっと見逃し、ピッチャーに回ります。ネルソン打席に入っています。何を投げてくるか。できました。高いバウンドになりました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回の表が終了。ドラゴン三者凡退に終わっています。5回の裏タイガースの攻撃、トップバッター金本打席に入ります。初球から入れてきました。2球目はどうでしょう。ボールです。3球目、さあアウトコースはどうか。さあ4球目、スイングアウト三振、空を切らせました。バッターフラグ、バッターボックスに入ります。最初の1球、初球見送っていきます。次のボールはまっすぐで決めました。148キロです。3球目はどうぞ。空振りです。速いボールで追い込みました。このストレートは外れています。アウト。サードゴロに終わりました。バッターは8番藤井、バッターボックスに入ります。低めを打って一塁アウトでスリーアウトチェンジです。今日の試合、球種のバランスがよく取れています。初球振りません。148キロのストレート。2球目です。ここで変化球に変えます。さあ3球目、外は入っています。ストレートで2ストライク目を取りました。4球目、ここは変化球、さあ何を見せるか。低めのボール打った。サードへの当たり、アウトです。サードゴロに終わっています。第1球です。初球ストライク。2球目、速球できました。
惜しい。さあフルカウントになった。森、バッターボックスに入ります。初球はどうでしょうか。初球は低いボール。2球目はどうか。コーナー、これは入っています。力のあるボールを投げ込んできます。これは3つ低めに持ってきました。低め打ちました。さあタイガース1点を追いかけます。ストレート変化球といいバランスで投げています。先発は好投だったんですが、ここで仕掛けてきましたね。そうですね、しっかりと失点は防いでるんですけども、なかなか点を取らないことで、ね、ゲームに勝てませんので、ここでやっぱりね、好投しているピッチャーですけども、あえて代打を送って勝負かけましたね。なるほど、決めてきました。150キロのストレート、様子を見ていくか。これはストレート、低めを打って打球はセカンドへ。これはアウトになります。セカンドゴロに終わっています。第1球、初球から落としてきました。どう攻めるのか。変化球決まってツーストライクです。スライダーで追い込んでいます。キャッチャーのサインは外、外れてボール。バッテリー1球外してきました。さあ4球目、あっとスイングアウト、ボール球を、ここで代打を送ります。城島健打席に入ります。まずは初球見送りました。変化球で続けました。キャッチャーの要求は、スリーアウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。タイガース3人で攻撃を終了しています。タイガース2番手のピッチャーを出してきます。西村、1点リードされた場面での登板となります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。初球スライダーできました。2球目はどうでしょう。外のボールに手を出しました。これで追い込みました。次はどんなボールを持ってくるか。落ちるボール打ってファールになりました。今度はまっすぐできました。
初球見送っていきます。2球目のスライダー、バッティングカウントになったが落ちるボール、スリーボールワンストライクです。さあ何を見せるか、スライダーでしょうか。決めました。さあフルカウント第6球、この球は外れてフォアボール、フォアボールのランナーを許します。どこに入れてくるか、まずはインコース、フォアボールでランナーを出しています。次の2球目、縦のスライダー、スライダーで追い込んでいます。次の配球は外、これはボール。次の4球目、打ってセカンドへの打球、一塁もアウトでスリーアウト、ダブルプレーに仕留めました。さあタイガース、次の打順はクリーンナップから始まります。どこから攻めるか、まず低めに持っていました。はどうでしょう、外のボールが打っていった、アウト、セカンドゴロに倒れました。初球はどうでしょう、最初はストレート持ってきました。2球目です、低め際どいか、際どく攻めるのか、低めの球、ここは見ます。その注目のバッターボックスです。最初は外に持ってきました、これでアウトが2つ、ランナーは変わりません。これで2アウト、どこに入れてくるんでしょうか。まず低めから入りました。2球目はどう攻める、これはストライク、これは当たりません。スライダーで追い込んでいます。さあ4球目、あ、転がしてしまった、このチャンス、ゲロ、1塁アウトで3アウトチェンジです。タイガース、ここで3番手代打ですね、山崎隆史、打席に入ります。初球です、初球は変化球、当たりません。タイミングが合いません。どう攻めるのか、打球上がった、取りました、これでワンアウト。バッターは8番谷繁、打席に入りました。最初の1球、まずはストライク、これはストライク、サインはどう出されたのか、
球はセカンドへ。アウト、間に合いました。セカンドゴロに終わっています。初球は低いボール、2球目はどうか。ストレートを持ってきました。3球目はどうする。今度は外に来ました。1点を追っての攻撃です。ドラゴンズですが守備の変更がありました。ヒデノリこの回からセンターの守備につきます。初球振りません。変化球です。高め内への変化球。バッティングカウントからの4球目、低めの球、手を出しました。次が5球目、このまっすぐは外れました。フルカウントからの6球目、打球は右。次が7球目、上がっています。取ってワンアウト。伊藤隼人、打席に入っています。まずは初球見送りました。2球目、スライダー。次が3球目、変化球。バッティングカウントになった。低め打ちました。左へ行った。ヒットになった。同点のランナーが出ます。ここで代打を送ります。檜山真嗣打席に入ります。初球はどうでしょうか。まずはまっすぐから入りました。今の盗塁もう一度見てみましょう。この場面でスチールが決まりました。さあ3球目、低いボール、バッティングカウントになったが、変化球打った。アースへの打球。さあ何を見せるか。打っていった、ショートへの打球。これはアウトになります。伊藤さん、得点圏で足の速いランナーがいると相当ピッチャーもプレッシャーがかかりますよね。まあ野手の間を抜けてしまえばもう確実に1点を取られるだけの走力を持った走者ですからね。もうぜひともこのバッターを抑えたいところですね。低めに外れてボール。低めが3つ続きました。さあ4球目、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。さて試合は1点差のまま9回最終回へと入っていきます。タイガースここで4番手ピッチャーに変えます。渡辺、1点リードされた場面での登板となります。ドラゴンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。初球から打った痛烈な当たり、破るかどうだ。バッターランナーは2塁を狙った。中継のショートへツーベースヒット。期待に応えたいこの場面、井端、その注目のバッターボックスです。第1球は三塁を狙う、俊足を飛ばすか。タッチはアウト、三塁盗塁失敗。2球目はどう攻める。これもスライダー。打ってアウト。セカンドゴロに終わりました。クリーンアップ。
ックへと続きます。森が打席に入ります。最初のボールはまずは変化球、空振りになります。次の2球目、外角低めのストライク、ここは追い込んでいます。果たして3球勝負するのか。痛烈な当たり、どうだ、入ったか、入ったか、引き下がった、ホームラン、ホームランです。今ホームイン、2対0、1点を追加。最終回貴重な1点が入りました。ホームランによる得点を許しています。どこから行くか、遠いボール、手を出した、セカンドへの打球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあタイガース、この後2番から始まります。ドラゴンに2番手ピッチャーを送ります。岩瀬、この2点差の場面でのマウンドになります。さあ最終回注目しましょう。いい当たり、初球から行った、これはセンターへ、ワンバウンドヒットになりました。ツーベース、ファンの期待にどうしても応えたい鳥谷、その注目のバッターボックスです。最初の1球、この打球はセンターです、センターです、センターフライに終わりました。伊藤さん、ここは絶対に抑えておきたい場面ですよね。そうですね、非常にプレッシャーのかかる場面ですけども、失投は絶対許されませんね。2球目、これはまっすぐ、際どく攻めるのか。3球三振、いい場面で打席が回ってきました。マートン、その注目のバッターボックスです。勝利まであと1人になった。最初は内から入りました。2球目はどうか、これは大きく変化しました。3球目、これはストレート、1球インコース打って滝川ピッチャーの横、やはりチャンスに強かった、この場面でヒットになります。まずはストライクを取りました。枠いっぱいに決めていました。2球目はどう攻める、インコースボール、3球目はどう攻める、今度は変化球、スライダーで追い込んでいます。次の4球目、ダーッと空振り三振、試合終了、ボール球振らされて空振り三振です。この試合は2対0、ドラゴンズの勝利となりました。We'll be right back.